コルチェスターはアメリカ合衆国バーモント州北西部実店連軍の町である。人口は2000年国勢調査で16,986人であり、バーモント州では4番目に人口の多い自治体、かつ第2位の町である。シャンプレーン湖の東岸に位置する。約2000年前の初期ウッドランド時代、先コロンブス期のインディアンがコルチェスターのある地域に住んでいた。 コルチェスターは1863年6月7日に町として認可され、コルチェスター伯爵にちなんで名付けられた。1922年にコルチェスター町の中からウィヌース騎士が独立した。コルチェスターは北緯44度32分31秒整形73度11分48秒。 北44.54194度整形73.19667度44.54194-73.19667に位置する。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、地域全面積は58.6平方マイル、この内陸地は36.9平方マイル、水域は21.8平方マイルで、 水域率は27.10%である。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。コルチェスターの経済で大きなものは小売業である。2007年小売業の売上高は2億2580万ドルで、州内第4位である。コルチェスターの観光資源はシャンプレーン湖である。1981年以降毎年、 シャンプレーン湖国際父の質理ダービーが開催されている。2009年の行事では6000人の釣り人が集まった。2008年、窃盗犯罪が36.9%も増加した。犯罪の全体でも28.9%増加し、1486件になった。コルチェスターの南東部では、実店電軍交通局によるバス便を利用できる。 高等教育機関としては、セントミカエルズカレッジがあり、オールバニ薬科大学バーモントキャンパスが、ウォータータワーヒルにある。コルチェスター教育学区の5つの学校では、約2200人の児童が学んでいる。学区内には、コルチェスター高校、コルチェスター中学、小学校のマレッツベイスクール、幼年学校のポーターズポイントスクールと、ユニオンメモリアルスクールがある。 コルチェスター高校には賞を受賞したことのあるコルチェスター劇団がある。コルチェスター教育学区では2005年10月に教師のストライキがあった。このストライキは昇級に関して始まり、すぐに教育システムの他の側面にまで問題が拡大した。交渉は10月18日に5時間持たれたが、物別れに終わった。ストライキは 教師と教育委員会の間で給与に関する合意ができた10月23日に終わり、24日の月曜日に授業が再開された。コルチェスターで聴取できるラジオ局は3局ある。ありがとうございます。